ヘタフェの日本代表 MF、久保建英は、自身の保有を持つクラブであるレアル・マドリードと、キリーグ戦で3度目の対戦を迎える。非常に珍異状況であるとして、スペイン紙、アスも注目している。今シーズンの久保建英はダゾーンで、いつでも子でも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、久保、ビジャレアルに、レンタルされていた今季前、戦には11月に行われた、リーガ第10節の試合でマ・リーと対戦。冬の移籍市場でヘタフェに移す、あと、2月には延期されていた第1節のマドリー、ヘタフェ戦が行われた。今週末の18日に行われ、第33節の試合では、ヘタフェはホームに、マドリーを迎える。冬に移籍した選手が、日程の都合に、リ、同じ相手と3回対戦することは起こりうる。レンタルに出された選手が、保有元クラブと3も対戦するのは、珍しいと、アスガミは12日付記事、伝えている。久保がマドリーと3回目の対戦を得ることになる理由は、日程だけでなく、契約、九段にもある。選手が他クラブにレンタルされ、場合には、保有元クラブと対戦する試合への場を禁じる契約条項が設定されることも差は、が、マドリーは久保も含めた、近年のレンタル、手にこの条項を設定していない。マジョルカ、レンタルされた昨季も、久保は2回のマドリーに出場していた。前節カディス戦には先発で、罰した、久保だが、51分と早めの時間に交代してた。マドリー戦で、出場機会を得て活躍できれ、来季以降の復帰に向けたアピールにもなる。その場合は接戦の優勝争いを演じる保有元、ラブの邪魔をする形となる可能性もあるか、しれない。両。